それでは技の10いきますよ。はい、よいしょい。マジか。いや、一気に来たポイントです。所長です。たかしです。ナスケです。仲間がいるよ。チューブです。そして今回のスペシャルゲストもこちらの方です。第4回ナレッジキングの山さんです。拍手。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の早押しクイズ対決ね、まさかの現実の歴史クイズが出てくるので、はい、ちょっと前回はトリッキーなクイズだったので、はいはい、違うクイズやりたいと思います、はい、選べ試練与えよう我々の手で。得意なジャンルのパネルを開け、ワンピースカルトクイズ。拍手。おいパネル、はい、昔からこう古き良きクイズ番組ってあるじゃないですか、うんうん、マリオスタジアムとか。知らない？テレビ東京のスーパーマリオクラブ。ふわっとです僕。たかし絶対世代だと思うんだよな。分からんな。木曜6時半ぐらいにやってた。はい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 。山さんっていくつでしたっけ、まず。今年28になります。28か。じゃあちょっと下かな、うんうん、世代としては。のすけも僕は今年30なんで、アタックちゃー。どういうこと？アタックはもう年代関係ないからね。あとアタックと全然違うから、ね、違うやつ。博多華丸さんのモノマネでそれをまず知る。あ、そっちか。アタック25じゃなくて博多先生のモノマネで。博多先生先生って呼んでる。大吉先生はいるけど博多先生はいないから。あんま言わないんだよ、そっち。一応じゃあ説明しますね、はい、皆さん、はい、馴染みがないかもしれませんが、はい、5つジャンルを用意しました、うん、今回は技、仲間が医療チューブ、アニメ声優、原作以外、ナミというね。ナミがもうナミこの方用じゃんよ。山さんがナミ好きということで、ナミは一つのジャンルにさせていただきました、このジャンルに分かれたクイズを10点から40点の問題、つまり難易度順ですね、はい、10ポイントだと簡単、40ポイントだと難しいと、うん、もちろんクイズに答えるとそのポイントゲットできると、はい、正解した人が次のクイズを選べると、うんうん、例えば、はい、技の20とかアニメ声優の20とか選べるというようなシステムですね、はい、飛んでの選択はできません。例えば仲間がいる YouTube が、10ポイントが空いてないのに20ポイント次の問題でっていう指定はできません。あ、そういうことか。なるほどなるほど、はい、あくまで上からいくんでね。10からいかないとダメってことね、うん、最初に150点になるか、はい、全部のパネルが開いた時点の合計点数が高い人が優勝です、はいはいはい、ただしパネルには3つの特殊パネルがあります。なんだ。1つがチャンスパネル。チャンス、はい、こちら正解したら得点が2倍になるパネルです。でかいよ。例えば20ポイントのところが開いたらチャンスパネルだったと、それ正解すると40ポイントでかいということですね。そして2つ目がデビルパネル。なんだ。うわ、こちら開いた時点で選んだ人がマイナス。嘘やろそのポイント。え、待って待って、地雷。なになになに。ドボンです。ドボンドボン。例えばのすけがさ、なになにの20って言って、うん、デビルですって言うと のすけはもうその時点で20ってマイナス。引かれるわけだよね。まず引かれるわけですね。だけどその早押しに回答できたら、のすけは20点ゲットできる。だからよくてもプラマイゼロってことだよね。ただ他の人が取ったらその人が20ポイントなんで、はいはいはい、もう一つが横取りパネル。こちら正解したら、正解したプレイヤーが他のプレイヤーを選んで、その点数分をそのプレイヤーの獲得ポイントから、横取りできる。結構ねその時の運も必要になってくる、はい、ちなみに間違えるとマイナス10点。あ、お手つきはマイナス10点。全問題マイナス、ね、お手つきを、そちらですね、正解不正解自分でね、例えば、はい、たかし君が1問正解しました、はい、そしたら丸を1個、はい、つけます、はい、のすけ君不正解、不正解、罰、罰を1個つけます、はい、のすけ君不正解、不正解、罰を1個つけます、はい、のすけ君不正解、またはい、はい、のすけ君これ失格です。失格、急に重くない。のすけ君失格です。失格って何。失格です。いや、それは何なの。それは何なのかを言ってください。映る価値なしになります。いや画面から消されるエルトールだ、だから試練だから。丸1個持ってる状態で、たかしが例えば、はい、正解するとそれは別に取るだけでいいんですね。はいはい、ね、はいはいはい。で、罰が3になったらもう連続3問不正解がアウトってことですね。わかりやすい。だからちょっと攻め際を考えてみたいな。もう勝負に参加できません。例えば2問正解している状態だったら2個間違ってもまあ、はい、まあ攻めてもいい。まあ1個取るだけ。ライフみたいなもんね。ライフ、はい、早速、はい、ワンピースカルトクイズ始めていきましょう、はい。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋とのすけが、同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 それでは第1問目のパネルはちょっと所長が選ばせていただきます、はい、はい。まあ、シンプルにね、じゃあ技の10点からいきたいと思います。技の10点はちなみに通常のパネルですね。あ、はい、特に、はい、特殊パネルではございません。それでは技の10いきますよ、はい、問題。
ゾロがモネを撃破した技名。来たよ。たかしくん。大進化。進化。はい。何？はい、正解はこちら。あ、一刀流ね。一刀流大進化ですが、まあまあ大進化はいいでしょう。あ、じゃあ、ナレッジキングじゃないからね。そう、ナレッジキングじゃないから。知ってた？これナレッジキングじゃないんだよ。まあ、ね。というわけで、技10をゲットしたのは、たかしくんということで、たかしくん10ポイントゲットです。やった。そして丸を1個つけてください。はいはい。じゃあ次間違っても、あ、攻めやすくなるんで安心できるね。ただマイナス10は普通につくから。あ、ポイントは減ってくんだ。ポイント減る。そこがね、ちょっと難しいです。そうか。正解した高橋君、はい、次のパネル選べます。どうしようかな。ちょっとナミさんはね、やっぱちょっと山さん強いと思うんで。うん。仲間がいるチューブちゃう。あ、どうなんでしょうか。有利ですよ。10は何もないですね。はい。ダメダメ。問題です。仲間がいるよチューブの10点問題。2023年4月現在、最も再生数が多い動画は何の回？動画は何の回？山さん、あのカッペイさんが麦そに一日店長。さあ、いきますよ。しゃあ、くそ、田中真由美さんがゲストで来られた回。そっか、正解。え、どっち？どっち？あの60歳のあのルフィを言ってくれた方の回。はい。まあまあ大丈夫です。それ分かってる。それ分かってる。それならです。インタビュー書いてくれて120万再生突破されてます。すごい。高橋丸1個出します。はい。で山さんが×1個です。お。やってしまった。×そう。というわけでなんと高橋くんが10ポイントゲットで20ポイントになりました。そして山さんが残念ながらマイナス10ポイントと。そして×が1個ついておりますので気をつけてください。はい、さあそれでは高橋くん次の問題。どれ？いや、どこ行くかだよね。10を1回上げていくか、20突っ込むか。まあ、ね、どっちも差をつけちゃうっていうのもありだよね、うん、そうね。ちょっとまあでも様子見で原作以外行こうかな、はい、ああ、ちょっとまあこの2人に比べたらどうだろう。ちょっと自信はある。原作以外デビル来い。デビル来い。でも早くね。デビル来い。原作以外10点は何でしょうか。はい、通常です。そう、はい、原作以外のしゃ10点の問題いきますよ。問題、このルフィの手配書イラストは映画ワンピースフィルムレッドの全世界興行収入が何億円を突破した時のイラストでしょうか。さあこちら。あ、え、あれ待って、大丈夫だよね。高橋くんどうぞ。100。いやいやいや、え、ちょっと待って。あ、じゃあ最後だ最後だ。はい、のすけくん。全世界だから、はい、300億。マイナス10点が重んでいきますよ。いいぞいいぞ。あ、そうか、押してもいるか。でもちょっと怖えな俺。なので1回失礼ですね。のすけも×1 個つけて、はい、で俺1丸取りました。はい、これちょっと早押しです。さあ何億円突破のイラストでしょうか。さあ山さん。190億山さん2×。ちょっと、ちょっとやばいよ。やばいよ。バズけて、バズけて。やばいよ。失格だからね。やばいよ。バズけて。一番最後よね。そう、一番最後だから多分結構半端な数字だった気がするんだよ。全世界ですかね。そう、でも俺一番最初はね思っていたんだけど、下のいい子が分かる。いきますよ早押し。いやーこれ抜けてるわ。いや俺ちょっとこれ様子見よう。ちょっと怖い。押せん俺も。山さん間違ったら失格なんで。やば。山さん早っ。ちょっと波の問題で。これ10でこれか。7。むずいな。6。いやーこれ抜けてるわ数字自体は。3。いくらだっけ。はい、というわけでまあしょうがないでしょう。正解はこちら319。全世界ですからね。全世界ですから。あ、そうそうそう、はい、うわ日本はね190。ちょっと焦っちゃった日本はね。というかで、はい、今ね結構みんなマイナスをかさんでます。ちょっと、え、3問目ですよまだ。3問目です。高橋だけ10点。この3乗何。そして山さんがマイナス20点でペケ2なので、山さんもう間違いないで。絶対山さん頑張ってください。間違いないで。じゃあちょっと誰も正解しなかったので、はい、所長が選びたいと思います。はい、ではデビルデビルデビル。それ誰が所長になっちゃう。俺ら1個平均になるからね。ナミの10点わっ。ちょっとこれまあ10点なら取れるんじゃないかな通常の。はい、はい、それでいきます。ナミの10点の問題。問題、ナミの懸賞金の推移をお答えください。これちょっと怖い。ちょっと推移。え、なんで押さないのみんな。え、押しちゃうよ俺。はい、高橋くんどうぞ。推移何もついてない。はい、で1600、はい、6600、はい、3億6600。あ、じゃあ一応正確に言って、もう一回、はい、ちゃんと正確に言って、はい、落ち着きます。はいはいはい、何もなし。はい、1600万ベリー、はい、で次6600万ベリー、はい、1億6600万ベリー、3億6600万ベリー。あ
ちょっと待って、シンプルミス。丸を取ってください。はい、さあ、いきますよ。ちょっと待って、波の懸賞金の推移をお答えください。え、待って、俺なんかおかしくなってる。はい、早押しですよ。ただ山さんはね、今いけないのは分かるぞ。やばい波なんだけどね。怖すぎるよね、これ押すの。山さん今やべ。さあ、知識王とは思えない3人になっておりますが、10 9 8 7 6 5 4 3 2。おっしゃ、のすけくんどうぞ。ゼロから。はい、ゼロ、ゼロ、1600万ベリー、6600万ベリー、1億6600万ベリーです。やばい、のすけさんもに。え、なんかもう余計分からない。さあ、ではこれは回答者なしということでいいですかね。はい、答えはこちらです。1600万ベリー、6600万ベリーまで割ってたんですが、最後が3億6600万ベリーにポンと飛んでいたということで、残念ながら正解者なし。これはあのね、マジの落ち込みが涙だからね。たかしくんが今0ポイント、山さんがマイナス20ポイント、のすけもマイナス20ポイントで、4問終わった段階で失格リーチが2人です。やばい状況。わかりました、わかりました。ここで特別措置ルール、マイナス20ポイントで復活っていうことにしましょう。対価を払えば、対価を払えばここはなくなると。そう、ゼロになってもね。だから3つやっちゃったらマイナス20ポイントにしましょう。はい、じゃあ小田さんのサイン色紙は変換しなくていいってことですか。大丈夫です、これ。山さんとのすけはそれを変換したら罰つかないから。無敵無敵無敵状態。いくらお手つきしてもマイナス10ポイントです。こんな今日一日かけるな。人生かけてきたんだろうお前ら、キングに。さあ、じゃあ、はい、また所長が選びます。はい、アニメ声優の10点にしたいと思います。はいはいはい、声優さんですね。これはまだ問題。桃之助の成長した姿を演じている声優さんは誰。いや俺やべ、下のでもまあ俺、はい、うわ、漢字出る、漢字一回漢字言います。はい、下、はい、野原の野、はい、で糸辺に広い、あ、はい、下野広さん。はい、逆じゃない、普通間違い方、漢字合ってんのに。だいたい漢字じゃん、読みを間違え、だいたい漢字だよ。分かります、分かります。そのツイッターとかが下野、うん、ひろむさん。え、もう一回、もう一回、いや今のもう一回で、下野ひろむさん。え、下野何、ひろやさん。え、ひろ何、下野ひろ何。めちゃくちゃ優しいよ。え、下野、ひろしさんじゃない、ひろやさんじゃない、ひろむじゃない。ひろむさ、ひろ、あー、こんだけ言うよ、だから。あー、さあ、たかしくんマイナス1ポイントして、漢字ポイント、漢字ポイント、漢字ポイントないです、つけてください。漢字で、さあ、早押し復活。下の読み方、はい、桃之助の成長した姿を演じている声優さんは誰でしょうか。たかしね、漢字合ってたし、一、ね、回正解っぽいこと言ったけどね。え、うん、いけるいける、50です、これ俺にとっては。アニメね、ストップだから。さあ、しゃあ、はい、押すわ。たかしくん、下野、うん、ひろやさん。ああ、違うんかい。せやね。はい、ということで、マイナス20ポイント並びました。俺も2やん。はい、ということで出ないね。では正解はこちらでした。桃之助の成長した姿を演じているのは、正解は下野ひろさんでした。ひろさん、はい、めっちゃ有名な声優さんです。めちゃくちゃ皆さん、いや、まあまあ、残念ながら正解者なし。そして、たかしくんもマイナス20ポイントとなってしまいました。全員マイナス20ポイントの、こんな泥試合ある。地獄みたいな。マイナスたらもうだから誰か答えてね、ちゃんと。はいはい、さあ、それではみんな答えられてたからね、技の、あ、はいはいはい、さあ、技の20点はこちらですね。はい、通常枠になっております、はい、こちらもね、ちょっと画面を見て答えてください。画面を見て、はい、いきますよ、はい、問題。この技の読み方は。うわー、さあ、のすけくん、早い、リトルブラックペアーズ。正解、しゃー、危なかった。ということで、のすけくん、×1 個取ってる。はい、やったね。ということで、なんとバスケ君が0ポイントに復活しました。うわー、やばいな。誰の技ですか、これ。シュガーです。おー、危ねー。もうやだ、もうマイナスにしようかと思ったけど。この技の読み方はで、はい、コグマガングと書いて、はい、リトルガングペアーズ、ね、
さあそれでは、うん、のすけくん次のパネルを選んでください。やっとそれっぽくできるよ、こっからカルトクイズっぽくなってきた、はい、やっと。どうしましょうかね、はいはい、ナミ20行こうか。うわ、さあではナミの20はどのパネルでしょうか。一応確認します。あっと通常、危ない、危ない。さあ行きますよ、はい、ナミの20点問題。ナミの嫌いな食べ物は。ヤマさん早い。オランジェット、フルーツはそのまま食べたい。完璧、さすがや、完璧です。言うまで。正解はこちら、オランジェット、さすがや、かっこフルーツはそのまま食べたいということで、さすが、ヤマさんなんと20点獲得。素晴らしい、0ポイントになりまして、罰も1個取ってください。わ、やばい、やったぜ。一気に計算が変わってきた。これがカルトクイズ。これがですね、こっから、皆さんこっからです、こっからです。すいません、失礼しました。さあではヤマさんパネルを選んでください。どうしましょうか。原作以外の20ポイントですね。さあ原作以外の20ポイントのパネルは通常パネルでございます。ではいきます、問題。ワンピースカードゲームからの問題です。取りたい。マジか。次の効果を持つカードのカード名をお答えください。速攻、このカードは登場したターンにアタックできる。アタック時相手はこのバトル。さあのすけくん、ルフィ。うわ、マジか。いや違う違う、あっちだ。バツを1個つけてください。のすけも別にいけるんだよ。はいはい、はい、いきますよ、速攻。のすけくん、ちょ言っていいですか。はい、シャンクス。おっ、ちょっと見過ぎた今。なんでわかったんですか。ヤマさんがびっくりしております。こいつらマジかって顔してます。そっか、のすけくんは罰がまた。おしよしよしよし、やばいやばい。ワンピースカードゲームのこの効果のカードは何でしょうかという問題でした。いや、ミスった今、速攻、このカードは登場したターンにアタックできる。アタック時相手はこのバトル中パワー2000以下のキャラのブロックを発動できない。いけたー。ということで正解は OP01120 のシャンクス。よしよしよし、これということで原作以外20ポイント取ったのはのすけくんということで、じゃあのすけくん次の問題選んでください。わかりました。仲間が YouTube20。 さあ仲間が YouTube20 はデビルー。出ました。やったやったー。だからね、のすけくんマイナス20ポイントです。ポイントが半分すぎんの。何この乱行か。行ったり来たり。ですがこの問題取れば20ポイントですから。そう、ね、のすけくん頑張ってください。ここ取る、ここ取りたい。では仲間がいるようの20ポイントいきたいと思います、はい、問題。仲間1号はたかし、仲間2号はのすけ、それに続く仲間。たかしくん。渡辺修さん。正解。くそくそ、見事。しゃい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 。仲間3号は誰。正解は俳優の渡辺修さんでございます。やったということで、なんと高橋くんは20ポイントゲット。やった。松も1個減りまして、のすけくんはただただマイナス20ポイント。最悪。最下位がのすけにまた上がりました。嘘やん。一番活躍してる風なのに。高橋くん問題を選んでください。どうですか。いや、ここあえて20残しつつ30いっちゃうって。それもありよ。全然あるよ、全然あるよ。原作以外30出ました。原作以外30のパネルはどうでしょうか。こちら、はい、危ない危ない、いいね、でかいからね。さあでは原作以外30点の問題読み上げたいと思います。それでは問題。マルコ、キラー、ベンベックマン、シャーロット片栗、この中で2023年4月登場の一番くじ難攻フラッグの懐刀のフィギュアショーのラインナップにいないのは誰。もう一回お願いします。もう一回いきますよ。マルコ、キラー、ベンベックマン。どうぞ。キラー。正解。素晴らしい。強。何？くそー。キラーだけいないと。これ山さん知ってました？知ってました。もうチェックしてます。素晴らしい。原作以外も強かった。強い。山さん30点。高橋0ポイント。のすけマイナス10ポイントということで、しかも山さんは今真っさらな状態でございますから。すげえ。強いぞこれ。これやばいな。さあでは来ました山さん。はい、次の問題どれにしましょうか。じゃあせっかく準備いただいたんで、ナミの30ポイントはどうでしょうか。こちらドン、横取りチャンス。やばい。取るもないよ。取るもない。一問なしです。マイナス10を上げます。マイナス10を上げます。マイナス30ポイントされます。
よりマイナスね。でも高橋とかのすけだったら山さんから取ることもできるわけだから、これ別に回答した人がね、そう回答した人だから、そう答えれ、これは山さんがじゃないのか、これは全員答えだろ、じゃあ通るわ、じゃあそんなん通るでしょ、そんなん絶対。これもイラスト問題なので所長が読んだ瞬間に出てきますんで、皆さん、はい、聞いてください、はい、問題、この時ナミはソゲキングをなんと、うわしゃー、のすけくん答えどうぞ。ソゲップ。あ、やべえ、ミスったミスった、やべえ、マイナス、マイナス10ポイントです。さあ、いきます、早押しスタート。はい、うわー、高橋くんどうぞ。ハナップ。うわ正解、やった、よいしょ、横取りだぜ、イエイ。この時ナミはソゲキングを何と呼んだ、正解はハナップでした。マジミスった今。よっしゃー、これは山さんも分かってた、分かりました。いや今俺もソゲップって行こうとしてた、マジでなんかやっぱそういな。さあということで横取り30点なので、たかし君誰から横取りますか。あ、それはね、のすけさんって言いたいんですけどそうやな、地に落とすっていう手もあるんですけどまあここはやっぱ山さんから、山さんから30ポイント横取りです。ということで、なんと高橋が30点になり、山さんが0ポイントよし、さあというわけで正解した高橋くん、はい、次の問題選んでください。はいはい、まあ20開けようかな、アニメ声優さんの。アニメ声優の20いきますか、はい、20。さあそれではアニメ声優の20は通常枠になっております。はい、通常でした。はい、問題、ニセルフィーかっこデマロブラックを演じていたのは、平田博明さん。正解、い強いですね。ニセルフィーデマロブラックを演じていたのは、麦わらの一味の誰役の声優さんでしょう。正解はサンジ役で平田博明さん。まあいいでしょう、これはね、正解と言います。はい、ということで、と高橋くんが連続ポイント、高橋くん罰取れるんだよね、だからね、これでもうさらなりました。さらちで50、めちゃめちゃ余裕ある。さらち50です。さらち50って、全国みたいな、もう今大富豪ですよ、大富豪高橋がようやくね150点近づいてまいりました、はい、150取っちゃうよ。さあでは高橋くん、はい、次のパネルを選んで、いやどこ行くかな、技はねやっぱね2人強いから、うん、仲間が30かな。では仲間がいる30のパネル開けてください、うん、はい、はい、通常です。何もない。さあでは仲間がいるよの30点の問題いきたいと思います、はい、問題、ズン飯尾さんが嫌いなキャラクター1位から3位は、うわ誰だっけな、じゃ難しいので、ズン飯尾さんが嫌いなキャラ第1位は、のすけくん、アーロン。正解、すげー、素晴らしい。いやちょっと分かんなかった、順位はちょっと覚えてなかった。そう、3位が分かんなかった。1位クロコダイル、2位クリーク、3位クロコダイル。クロコダイルクリークしか出てなかった。そう、クロコダイルはねちょっとこうサムネとかにもしてるからイメージ強いんだけど、実は1位はアーロンだったということで、のすけくんが30ポイント獲得。でかいぞ。そして罰1個取れます。イエスイエスイエス、罰も1個取れました。いいよ。じゃあのすけくん、どのパネルにしますか。ここは高橋さん追いつくために、お仲間がいるチューブ40。おいく、仲間チューブ40って行きました。さあこちらパネル、お通常パネルです。それではいきますよ、40点の問題、こちら問題、これまでに最も高い兵を獲得したワンピーストリビアは何。なんだっけな、うわー、なんだっけ、ちょっと待って、何回かやってて、兵でしょ、兵、兵です、兵です、兵だよね、兵の数、待って待って、思い出せ。ちなみにヒント、74兵で2つあるんですよ、うん、あ、どっちかでいいです、どっちかでいいです。そうだ、どっちか、待って待って待って、うわ攻めるか、攻めます。高橋くん、やばい、キリさんの、うん、あの銀のあのピラフはチャーハンでもありピラフでもある。正解、言えばよかった、それか、言えばよかった。有名なトリビアでございます。正解はこちら、キリさんのサンジが銀に食べさせた料理はピラフでありチャーハンでもある、はい、74編、はい、そしてたかしくんのナミにはお金より好きなものが結構ある、結構ある、これも74編。そんな言ってた、俺だったわ、こんな言ってた以上なかったの。ちなみにこれね、キリさんのこのサンジが銀に食べさせた料理はピラフでありチャーハンでもあるというのは、マジカルラブリーの野田さんがすげーっつってラジオのアフタートークでもこの話をしてて、村上さんが何それって言ってました。どういうことって言ってました。ということで、なんと仲間がいるは全部開きまして、はい、高橋が丸が1個、はい、そしてなんと90点に到達しました。食った。では高橋くん、次のパネルを選んでください。
いやどこ行くかな。デビル怖い。いや本当デビルが怖いマジで。技30いっちゃってそれ俺取っちゃったらもうだいぶ追い込めると思うんだよ。なるほど。技30こちら。おーおー、なかった技30も通常となっております、はい、さあそれでは技の30いきたいと思います。問題、ゴムゴムのオーバーコングガンのオーバーの、おもう最悪、たかしくん覇王の覇なんと高橋くんは今120ポイントで取りました。どうか次30点高橋くんが取るともう優勝です。よっしゃ。オーバーコンカーのオーバーの漢字はという問題でした。答えてくれた通り覇王色の覇ですね、うん、覇猿王獣で、うん、オーバーコンカー、これね全員分かってたね、はい、これは押し勝てた。高橋くんどの問題にしますか。どこ行こうかな。まあアニメ声優さんがねちょっと2人弱いからここで決まっちゃうのもあれなんで、何行きましょうか。余裕ナミの40を選びましたナミの40はこちら、はい、通常です。いやね。さあそれでは問題、パンクハザード出港からドレスローザ上陸までの間にナミが着ている服に、早っ、うわ、ヤマさんどうぞヒート、正解それは素晴らしいです。さすがすぎるわ。よしよし、パンカザード出港からドレスローザ上陸までの間に何が着ている服に書かれている英単語は何ということで、正解はヒート、 HEAT。 すごい、こんな字を覚えてる。いや強すぎるって、ナミの胸しか見てないでしょもう。もちろんもちろんもちろん出ました。 Yes of course。 さあでは山さん、次のパネルどれにしましょうか。もうナミはないですが追い打ちかけたいんで、お技40。さあ技40のパネルこちら、はい、チャンスパーネルということで、こちら正解すると2倍の得点。やばい、あこれ 全然追いつかれるんじゃん。80やばいやばい、全員追いつかれる。では技の40いきますよ、はいはい、問題、オロチお庭番衆のうちヌメリ格闘。早いわ、ちょっと押せないわ、やっぱ強いわ。山さんどうぞ。風神と雷神。正解、素晴らしい。いや強いわやっぱ。ということでチャンスなので倍ですね。やばい、いや一気に来た、一気に80点獲得で120点に追いつきました。追いつきましたよ。いやさすがすぎる、問題を繰り返します。オロチ鬼は番手のうちヌメリ格闘が得意なのは誰。正解は雷神と風神ということで正解でございます。すごい速さだった今。だってもうだってオフシーズンじゃ今変な話。しかも早押しだしね。そう普通に。なんでその速さで出る。10点の時だって誰も何だったのクイズの作り方が間違ってたそうかも難易度が、うん、ということでなんと山さんが80点上に来たらやばい。どっちが取ってもその時点で優勝決まります。なのでのすけくん頑張ってください。あと全部のすけさん。そう全然あるよ。とまあチャンスがあれば。そうよね。全然ある全然ある。さあでは山さん次のパネルを選んでください。これでかいよ。うん、原作以外。原作以外の40点はこちら。普通でした。なんもなかった。さあ行きますよ。問題、はい。ヘルメッポ、ガイモン、カヤ、シャム。これらのキャラクターのうち、2023年4月現在。バウンティーラッシュのプレイアブルキャラクターになっていないのは誰。ちょっともう一回キャラ言いますよ、次のうちバウンティーラッシュのプレイアブルキャラクターになっていないのは誰。ヘルメッポ、ガイモン、カヤ、シャム。これ怖いな。もう行くしかないんで。どうぞ。カヤ。あーじゃあマイナス10点、そしてバツ1個です。さあ早押し復活。次のキャラクターのうち2023年4月現在バウンティーラッシュのプレイアブルキャラクターになっていないのは誰。ヘルメッポ、ガイモン、カヤ、シャム。うわのすけくんいった。この3択でもう退場でしたよ。退場かかってましたよ今。あらゆる逆を全て払わなくても俺勝つ。早くして、早く答えてください。ヘルメッポ。嘘失格というわけでまあもうちょっと選択肢2個になっちゃったんでね、はい、やめましょうか、はい、正解はこちらシャムでした。うわシャム、
ポイント的にはマイナス10ポイントなんだけど失格してしまったので、はい、20点払えば復活できる絶望の淵に立たされてる払います払いますマイナス30ポイントになりましたねこの差やばくないということでのすけくん復活イエーイ復活だ次のパネルは社長が選んじゃうと分かんなくなっちゃうんで、はい、山さんがもう一回選んでください、はい、じゃあアニメ声優どうぞデビルがないかい。デビルがないかい。無理やり踏ませたじゃん今。無理やりデビルじゃん。のすけが本当はさっき答えてくれてればめちゃくちゃ面白い展開だったんだけど。知らねえよ。デビルの位置までね。すいませんね山さん申し訳ない。30点マイナスになってしまいましたが取れば30点です。はい、いきますよ。はい、問題。ローグタウン編のアニメオリジナルキャラクター。ダディ・マスターソンを演じていた声優さんは誰？うわヒントは顔が浮かばない。メインキャラ級のキャラクターも演じている声優さんです。そのダディなんとかの顔が浮かばない。カウボーイみたいなあのウソップとなんかこう射撃がどうなみたいな。元海軍少尉で海軍一の狙撃手だったが、赤髪海賊団のヤソップとの決闘に敗れたことで海軍を辞め、賞金稼ぎとなった。海軍ではスモーカーと同期。ローグタウンでヤソップの息子ウソップと対決し彼の誇りを認めた。いやこれはちょっと分かんないな。じゃあちょっと早押しっぽくする。所長が今問題を考えるわ。お、はい、お、じゃあいきますよ。はい。ローグタウン編のアニメオリジナルキャラクターダディ・マスターソンを演じる声優さん、うん、代表作は、うん、セイントセイヤのセイヤ、美少女戦士セーラームーンのタキシード仮面、ドラゴンボールのヤムチャ。え？さあ、ヤムチャ君。いっちゃいますよ。はい。古谷徹さん。正解。古谷徹君なんと30ポイント獲得で150ポイントに到達。高橋君優勝。やだーい。ありがとうございます。ロブタウン編のオリジナルキャラクターダディ・マスターソン演じていた声優さんの代表作を挙げていってちょっとヒントにしようと思いました。はいはい、セイヤ、タキシド仮面、そしてドラゴンボールにヤムチャで正解が出ましたが、はい、一応最後にワンピースサボと言おうと思っておりました、はい、正解は古谷徹さんでした。なるほど。じゃあアニメ声優の40点はエキシビジョンということでやりましょうか、はいはい、のすけくん間違えると失格なんでね一応それはあるんだ。ここで失格めちゃめちゃおもろいけどな。では問題。バギー、ガンフォール、ミホーク、レイディー、これらのキャラを演じた声優さんのうちウープスラップ役を演じたことがない声優さんはどのキャラの人でしょうか。なんそれバギー、ガンフォール、ミホーク、レイディーです。ミホークはそれ現在ですか。現在じゃないです。初期ってことは青野さんのことですね。はい、青野たけしさん。青野たけしさん、千葉茂さん、ガンフォールはその海王様、はい、柳ジョージさん、柳ジョージさん、はい、園部圭一さん。あ、園部さん。この中で4人中3人はウープスラップを演じたことがあるという。そんなことあんだ。ウープスラップ何？ウープスラップ3人説ある。帽子と眼鏡とアーツごとだな。あの杖どういうことやねいや分かんないなこれ。のすけ答えるしかないでしょ、うん、さあ、ね、ではのすけくん正解をどうぞ。ガンフォール。正解。っしゃなんとやべえ当たんのかい。なんで正解すんねん。当たんのかい最後は失格で終わりでしょう、確実に。いやここはもうなんで意地ですね。デーン。りゃっ。結果発表。まあ最後までやりましたが、はい、高橋くんが150ポイント、山さんが90ポイント、のすけが10ポイントということで、はい、高橋くん優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか優勝して。最初の10点の下りだけちょっと早送りでお願いします。お互い慣れてなくてなんかもう動揺しまった。なんならもうにわかみたいになっちゃいました序盤ね。でも後半なんかね盛り上がりめちゃめちゃある。そうね、こんなに追いつかれると思わなかったんで山さんに。そうよね、山さんがねデビル取った時はね、うん、所長もねこれあのどのパネルか聞いてたんだけど完全忘れてたから何も考えずに山さんに振ってた。飛ばしちゃったの。あれどれだっけと思って。というわけでナレッジキングの山さんに来ていただいたわけですが、はい、ここで、うん、なんと特別な儀式を行いたいと思います。儀式？何儀式？山さん優勝したんですよね。ナレッジキング。え、待って待って待って、はい、ちょっと待って。でマジで。あーやー
100点。やばいやばい。それでは顔を上げてください。どうぞ。はい。はい。おい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 、もうそうじゃんよ。失礼しました。うわー、来た。じゃあそこの布をね、ご開帳しましょう。お願いします。うわということで、ナレッジキング優勝の商品、小田栄一郎先生の直筆サイン色紙、拍手。おめでとう、おめでとう、おめでとう。こちら山さん、どういうことですか。ゴロゴロの実を食べた波というね、リクエストを小田さんに出して、それを小田さんが書いた。言葉にならない。言葉が山絶句。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。どうですか ね。いや、まず小田先生、本当にわがままなリクエストを聞いていただいて本当にありがとうございます。宝物です。本当に嬉しいです。めちゃくちゃね、ちょっと来てます。山さん、また今俺またもらい泣きしそうだね。本当にもうすぐ来ちゃうんだから先生。太鼓があるね。太鼓あります。いや、太鼓は書いていただきたかったんで、ね、ゴロゴロの実を食べると太鼓が生えるってことですか。あれって何、ゴロゴロの実の能力だ。そういう思想だったのかも。でも確かに夢の一枚のハンコックもついてるもんね。はい、確かに確かに。裏話がちょっとあって、ジャンプのグラ箱をインタビューで、撮らせてもらってた時に、ゴロゴロの実を食べた波でいいんだよねって最後確認、はい、最終確認だね、はい、してくださって、他なんか言っとくことないですかって、はいはい、言ってくださったんで、個人的な好みにはなるんですけど、角はまあ僕的にはいらないかなっていうのをすげえ言ってたんですよね、内藤さんに。あ、じゃあそれだけ伝えとくねって言ってくださって、はい、今見たら角がなかったのでちゃんとそれも伝わっていたと。伝わっていた。それも嬉しいです。ありがとうございます。今年のね、ナレッジキングもあると思いますから、はい、ぜひね、山さんを倒す猛者が現れてほしいですね、うんうん、ちなみに山さん、2連覇する予定はあるんですか。2連覇する気満々で。うわーい。再色紙どうするんですか。そしたら違うバージョンの波を描いてます。波かい。いいね、波めっちゃ好きやん。2枚目の波いいね。はい、というわけでね、はい、無事、山さんのもとに商品、再色紙も渡したということで、我々の使命も。なんでこの非公認番組がこんなことしてるのかわからないんで、なんか公認っぽいな。公認っぽいけど。というわけでね、山さん、今後もワンピースナレッジキングとしてファンを引っ張っていくような存在でね、いてくれればと思います。はい、このようにじゃあちょっと締めましょうかね。はい。はい、それでは次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいる YouTube では、今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。